大阪市立市吉小学校は大阪市何枠にある公立小学校。校区内に大阪中華学校があり、同校との交流を通じての国際理解教育を実施している。明治時代初期の学生発布に伴い、第三中学区第六大区第一小区第五番小学校が西成郡木津村に設置された。この時に設置された木津小学校が 四地小学校の起源となっている。創立当初は木津村、ただ戦時に仮校舎を置いた。1881年には木津村1313 13番地の独立校舎へ移転している。1886年の小学校令の交付に伴い西成郡木津人城小学校へと改編された。さらに1893年には高等科を併設し、 西成郡木津尋城高等小学校へ改称した。1897年には、大阪市への編入により、大阪市木津尋城高等小学校と称した。児童数の増加により、木津地域で2番目の小学校として1904年、大阪市木津第二尋城高等小学校が開校することになった。これに伴い、初等科児童の一部を木津第二校に移し、また高等科を、 木津第二校に移管した。従来の木津人城高等小学校は高等科が廃止された形になり、大阪市木津第一人城小学校と称するようになった。1911年には大阪市南九寺キ町981番地に移転している。1922年には再び高等科を設置し、また町名から取った大阪市寺キズ人情。 高等小学校へと解消した。1934年9月21日の室戸台風では木造校舎が半壊する被害を受けた。1941年には国民学校令が施行されたことに伴い大阪市自津国民学校へと解消した。国民学校時代は初等化と高等化を併設していた。太平洋戦争の戦局悪化により、 初等家事童は学童集団疎開を実施することになった。何枠の国民学校の疎開先には滋賀県が指定され、1944年9月より滋賀県甲賀郡港区地町への集団疎開を実施している。1945年3月13日の大阪大空襲では木造校舎を消失する被害を受けた。また、校区の被害も甚大だった。 鉄筋校舎は残ったものの空襲で被災した何枠役所の仮庁舎が置かれた。戦災による校舎、校区の被害により疎開先から児童が規範した1945年11月以降は大国国民学校を曲がりして授業を行った。翌1946年には正式に休校措置が取られ大国国民学校へと統合されている。休校中の校舎は 何枠役所として1949年まで使用された後、1951年より1953年まで大阪学芸大学附属天皇寺小学校の仮校舎として使用されていた。大阪教育大学附属天皇寺小学校は、もともと大阪学芸大学天皇寺校舎内にあったが、大学の設備拡充のために、 大学キャンパスとは別の場所に独立校舎を建てることになった。新校舎完成までの一時期、四季小学校校舎を仮校舎として使用した。1953年4月には大国小学校より独立し、大阪市立四季小学校として元の場所で再開した。再開後は市長学教育や算数科などの研究校に指定され、 研究発表を行っている。また、学校安全や国際理解教育、金管マーチングバンドの活動などにも力を入れている。ありがとうございます。